ユースター。ユースター。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、いつも生き生きがモットーの陽一郎です。そして、シンガーソングライターの石岡正隆です。はい。ということで、今回は、浦安のアート進化世界イベント、ユースタイル、2013年最後となりました。はい。38回目のゲストはゴスペルバンドのアバンティです。はい、何を隠そう、はい、まあ、一心のバンドだよね。いいバンドですね。はい、素晴らしいですまあもちろんね、そのアバンティも見逃しちゃいけないんですけど、はい、僕はあの新曲を発表します。そうですよね。はい、そちらもぜひ見てください。はい、はい、最後まで動画、ご覧ください。はい、どうぞ。はい、メゾソプラノの葛西です。ソプラノの森本です。アルトの山北です。アルト時々テナー、ほとんどテナーの殿崎です。アルトの久保玉です。サザエさん一家で言うとカツオです。カツオ、ナミヘ、ワカメ、サザエ、フネさんです。そうです。最初に響きだけだったんですけど、なんか A がつくグループはとても活躍するってなんかで聞いたことがある。であとはそうですね、響きで、あとその言葉をリーダーが調べてくれたら意味がなんと前進するとか、とても前向きな、私たちに合ってるんじゃないか。できる場をたくさん作ってくれてる場所としてはすごい珍しいんじゃないかなと思って、こういう場を作ってくださるのが浦安すごくいいところだなと思ってます。どういうわけか地元より市外でのライブが多くて、今回ね、このタイミングでお誘いいただいてとっても光栄に思います。とってもあの
文化的なイベントにね力を入れているっていうか力を貸してくれる街なので、だからこそ成り立つ企画のような気がするんですよね。そのプロレベルの方がそのね、市内の在住の方でこれだけその38回37回開催できるっていうことが、それが何よりの証で、なんかその一端をね、まあ、あの裾の方ですけれども今回参加させていただいたっていうことは本当に嬉しく思っているので、やっぱりこれをきっかけに私たちやっぱりその浦安っていう町があったからこそ出会えた仲間なので、あのこういう形でまた参加させていただいたりとか、もしかして力をになるようなことがあればお声をかけていただければ嬉しいと思ってます。星降る夜に願いを乗せて君明かりが通る、泣かないでマリア、君のその涙は許したい。はい、ということで、はい、ユースタイル38終わりましたが、ね、いやでも本当に今回はゴスペルってかっこいいなって思ったよ。あ、本当ですか。いいことやってんじゃない。いや今回ね珍しく客席で見れなかったから、うん、どんな感じなのかな。本当に忙しかったよね。ドキドキしながら、あでも雄一郎さんの新曲も良かったですよ。ありがとうございます。はい。ということで、もう本当にこの最後なんですけど、まあ、この動画にはあの出せなかったんですが、そうですね、はい、あの客席もみんな総立ちで、ねね、もうわーって歌って盛り上がったところなんですよ。はい、はい、いいライブでした本当に、はい、ありがとうございます。さあこの2013年のユースターはこれで終わりですが、新年明けて2014年、はい、一発目のユースターは、39回目、2月の20日木曜日です。ゲストは、テナーサックスの伊藤咲子さん、それからユーフォニアムの根本香織さんのお二方、またちょっとねこうジャズとクラシックの感じでこうまたユースタイルっぽい他にはない感じのステージをお届けできると思いますので、ね、そう2月の20日というとバレンタインの後だからね、なんかこうロマンチックな季節かなと思うのでぜひ皆さん遊びに来てください、はい、ということで、この動画最後までご覧くださいましてありがとうございました。陽一郎と石岡正隆でした。はい、バイバーイ。私のスタイル You style あなたのスタイル You style 街がステージになる You style You smile 浦安 You styleアバンティお疲れ様でした。楽しかった。楽しかった。またね。まあこれから宴会始まるみたいじゃないですか。それはそうですよ。もちろんですよ。はい、さあ終わって一言いかがですか皆さん。疲れました。楽しかった。楽しかった。疲れました。完全に。もうユースター疲れたから出たくないってことはないですか。ないもんでも。あ。スタッフ、素敵、はい、でまあ、こんな感じでやってますので、ま、ぜひお願いいたします。はい、ということでじゃあさよならで、ありがとうございます。